全国各地で天下を狙う強者が武装蜂起した。ある者は民のために、ある者は愛のために、そして己の野望のために、それぞれの思いを胸に抱き、戦乱の世を駆け抜ける。混乱をきたす戦国時代を終わらせるため、天下統一に向けて着々と準備を進めていた伊達政宗。天下布武をもって恐怖と死をもたらす魔王織田信長と、富国強兵を掲げ台頭著しい覇王豊臣秀吉に対し、政宗はついに全面対決の決意を固め、奥州から進軍を開始したのであった。
やれやれ、おとなしく切られてくれよ。
せてもらうぜ。どうかこの魂。